こんにちは、加野和馬です。なんと7月の4日についにストレンジャーシングスシーズン3がついに配信になるんですけども、このシーズン3果たして一体どうなるのか、これを僕はね予想していこうじゃないかと思っております。まあ予想つってもね、その僕のね疑問をただ投げかけるってだけの動画なんだけどね。まあそんな感じなんだけど、まあ楽しんでいってよ。まあそんな感じです。それではご覧ください、どうぞ。シーズン2で登場したマックスの兄貴で、一応人間側では悪役のビリーなんですけど、最初の予告ではシャワーしているシーンで腕に謎のこう異様な血管が浮かんでるんですよね。そして2つ目の予告で新しい宿主に寄生しているとのセリフで、そこでこうビリーが映るんで、ビリーにまあそのデモゴルゴンことデモさんが乗り移るんじゃないのかなと思われるんですけど、果たしてどうなんでしょうか。まあ正直ね、そのビリーにだけ全ての悪を背負わせるってやり方ね、僕ちょっとどうかなと思うので、まあちょっとそのビリーさんにもその善人的な部分が少なからずにあると思うんで、まあそういういい面もちゃんと映してほしいなと思うんですけど、さあ果たして彼は死ぬのかな、わかんないですけど、さあどうなんでしょうか。まあ、今回のシーズン3で新キャラがね続々出演してるみたいなんですけど、まず1人目がこのマヤ・ホーク演じるスティーブの同僚ロビンというキャラクターで、まあ彼女はまあスティーブの新しい恋人になりそうな気もするんですけども、まあどうなんでしょうかね。まあでもそのスティーブやら他のその少年少女たちと一緒にこのデモゴルゴン騒動にね巻き込まれていくような感じにもう見えるので、まあそれを踏まえてそのスティーブといい感じの恋人的なね、そういう感じの関係にもなっていくんじゃないでしょうか。ちなみにね、このマヤ・ホークという人は父親がイーサン・ホークで母親がユマ・サーマンっていう、まあ、2世俳優らしいですよ。目元がね結構ユマ・サーマンに似てるっぽいよね。そして2人目がこのケイリー・エルウィス演じるホーキンスのクライン市長という人で、まあ、この人が作ったその独立記念日の遊園地とか、あのショッピングモールも彼が作ったのかな、まあなんかいろいろとこう開発してるみたいで、でもそれでなんかデモ騒動みたいなのもね起こってるみたいで、まああんまり好かれてないんじゃないでしょうかね、その市民には。まあ権力者ってのはね大体嫌われてるからね。まあ彼はストレンジャーシングスに深く関わっていくのかな、まあ、そんな深く関わんない気もするけどね。そして3人目がこの謎の男で、まあ役者はねちょっと分かんなかったんですけど、まあ、パッと見の印象がもう完全にターミネーターでね、まあ、ターミネーターってのはあの1984年に公開されたんで、まあそういう意味でもこのね時代設定もすごい近いから、まあ意識はしてると思うんですけども、果たして彼は敵なのか味方なのか。予告でねちらっとそのホッパーと戦ってるシーンなんかもねあったりしたんで、まあ、ちょっと敵っぽいのかもしれないんですけども、まあどういうキャラなのかね、まあちょっと見どころなんじゃないでしょうか。まあシーズン1、シーズン2と、まあ毎回まあデモゴルゴンにね嫌な目に遭わされてきたウィルなんですけども、今回はまあその最初の予告でもう子供じゃない、いつまでも地下で遊んでられないっていうシーンがねあって、そこでウィルが映ってたんで、まあ彼はちょっと今現在引きこもってるのかなと。でなんで引きこもってるかっていうと、おそらく彼その首の後ろをねすごい気にしてるシーンなんかもあったりして、やっぱりちょっとまだ体の中にそのデモゴルゴンの何かが残ってるんではないのかなと、そういう風にね予想してるんですけども、まあ本当にシーズン1シーズン2とね毎回ね本当嫌な目に遭ってきましたから、まあ、今回のシーズン3でもまあ嫌な目に遭うんでしょうね彼あかわいそうにね。まあ、ストレンジャーシングスといえばね、あの恋愛面でもいろいろと描かれてきましたけども、まあ、マイクとイレブンは もちろん普通に付き合ってるんでしょうけど、このマックスとルーカスもまあおそらく、ね、付き合ってると思うんですよ。予告でねこうちょっと2人で帰るみたいなシーンもあったん でそこで取り残されるダスティンがいるんで、まあ、本当ダスティンどうするんだと思う、ね、思いますけど、まあでも彼にはねやっぱスティーブがいますから、芸的な意味じゃなくて、ね、今回の予告でもねなんだスターウォーズごっこみたいにしてたんで、まあいい兄貴としてね、まあ、彼にひっついて
ね、行くんでしょうね。まあシーズン1ではそのジョナサンの、ね、カメラを壊すような、ね、最低野郎だったんだけど、だんだんとねあのいいやつになっていくっていうね、まあ、アメリカンドラマそういうのよくあるよね。本当にちょい役の敵役だったのがいつの間にかメインキャストになってるっていう、そのグリーみたいなね、そういうこうフットワークの軽い部分はアメリカンドラマよくあるよね。まあ、そんなスティーブなんだけど、今回予告でちょっとだけね映ったのがそのなんか注射をされるっていうシーンがあって、だもしかしたらスティーブ死ぬんじゃないかなと。うん、今までもねシーズン2とかで死亡フラグが立つんだけどなんとか逃げ切ってきたけど、意外と今回でちょっとバシュッと死ぬみたいな、ね、そういうこともあるんじゃないかなと。まあでもね今一番の愛されキャラだからスティーブって、だから生き残る可能性もなくはないけど、どうなんでしょうか。まあ、シーズン2の最後で、まあ、ナンシーとジョナサンが付き合うのか付き合わないのかっていう感じで終わったんですけども、今回のシーズン3ではおそらくもう普通に付き合ってるんでしょうね。でその2人がこうホーキンスの郵便局の中でこうちょっと待ってるシーン、なんか面接なのか分かんないですけど、そういうシーンがあってね、まあ、それでなんか就職活動中なんじゃないかなというそういう予想もあるんですけども、俺はねこの2人実はちょっと妊娠とかもしてんじゃないのかなってちょっと予想してんでね。いやもうあれ郵便局じゃなくて実は病院なんじゃないのかなと。やっぱり今回の作品ではそういう大人になるっていう成長がね一つのテーマとしてあると思うから、やっぱりそういう中でさ、その妊娠するっていうのは欠かせないじゃん。やっぱ妊娠したらもういきなり大人になるしかないっていうそういう側面があるから、だからもしかしたら俺ナンシーが、ね、妊娠してんじゃないかな、もしかしたらねそういう部分もあるんじゃないかなってちょっと予想してんだけど、まあ外れてると思うねこの予想はね。こんな感じでしたけども、果たして僕の予想というか疑問の方はねどうなってるんでしょうかね。まあでもね今回のシーズン3で終わらなそうだよね。やっぱりアメリカンドラマってのは本当にもう味がなくなるまで続けるからさ、まあ現在ネットフリックスの中での一番の人気コンテンツと言ってもいいと思うから、今回シーズン3で終わらないでまだまだシーズン4、5とね続いていきそうな気もするんだよね。ねえどうすんだ、もう少年少女たちももう普通に大人になっちゃうよ、どうすんだ。でもストレンジャーシングスってさ、なんか盛り上がってきたなってところでいきなり終わるよね。そうじゃなかった？シーズン1とかシーズン2もさ、なんかふわーっとした感じで始まってさ、おこっからどうなんだってところで、あもうデモゴルゴン帰んだっていう。でなんかそんな感じで終わんない？でいつもねそんな感じで終わるからさ、だから今回のシーズン3はもう最初からクライマックス感出してほしいんだよね。俺はそういう風に思ってるんだけど、まあ果たして今回のシーズン3はどうなってくのか、いやーわからない、全く正直様子はつかない。今回でようやくデモゴルゴン死ぬのかな、毎回返すだけだからね。来るから返すっていう終わりもそろそろ終わってほしいんだよな。普通にもうあいつを撃退してほしいんだけど、なんでね、まあ、ちょっと楽しみだけど、7月4日ってことで、俺今ねジェシカ・ジョーンズ見てんのよ。早くそれ終わんないとさ。7月4日までにねジェシカ・ジョーンズね見終わりたいと思ってるんだけど、まだまだ半分以上残ってっからさ、ちょっとなやばいんだよな。早く見終わって早く感想とか言いたいな。言えるか分かんない、動画にするか分かんないけど、まあでも本当ね楽しみですね。7月4日配信になるんで皆さんね楽しみにしましょう。ということで今回の動画はこれで以上です。お疲れ。